はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。対抗リシレン 5DX ライブ配信始めていきましょう。ということで、1578年ですね。表示はまだ終わってないんかな。あ、そうだな、表示をまだやらないといけないや。まずは表示をやってからの話になります。で、どうするかな。あ、じ、ダメか。今、じゃあここにいる。尾崎に任せてあんだ。なるほどな、送ってやらないとダメなんだな。今107万資金が、兵糧が49万、5万フルにいますね。みんな足りないんだよな。不満が爆発するよね。早く終わらせたいとはいえ。直轄地だけやったらそう。直轄以外からでも、
一回城主解放しないといけないのは辛いよな。例えば土地王城ってすごいお金持ってんだけど、このお金を解放したいって言っても無理だもんな。でもみんな主砲兵糧ないよな。小山城とぐらいだもんな。ほんと余裕ないよな。北の少女とかな。ここから持ってくるのもどうかなって思うし。寂しいよな。なのであんまり細かいことは考えずに、ブリキもそんな派遣できないしね。攻略しかできないんだよな、他の大名には。軍備増強か城下発展しかないよな。赤町ってどこにいるんだ？土地王城か。赤町は比較的余裕あるよな。畑病気になってますね。やばい、死にそう。地方攻略してるとこってほぼないからな。城下発展って例えば長島城って、じゃあどのぐらいの規模になる？城下発展しこれだもんな。兵糧が本当にない。長島城にこんな人数いらんのだよな。となると、一度直下地にして、あ、なんかまた、で、輸送か。輸送で1万人ぐらい輸送したいとこですよね。8000、大浦は8000人、九戸が、4000人ぐらいかな。決定で再度兵士2000人ぐらいかな。5000人ここかな。これ輸送元交換で、兵士が兵士3000人ぐらい、これで OK。 オーラになってる。あ、オーラなんで7000人。
そうよね、こっちから。よし。軍馬は軍馬全部鉄砲全部かな。あ、ちょっとあの鉄砲は山形城まあまああることはあるが、鉄砲は全部これ3万丁ありますね、鉄砲は。で、再度人事で上州任命、これやらないといけないからすごい困るよな。誰だっけ、片森じゃないな、蒲生貞秀だ。で、確かこれ与力も戻されんじゃないのというふうに、ここがすごい、あの対抗李氏伝5の良くないとこですね。で、いちいち戻さないといけない。エースを狙え。誰だこれ。まあいいや。結構優秀、志望はともかく優秀だよな。長船さんはまだ渡すことはできない。川上さんを渡そう。誰だ。じゃあ指名行こう。内政優先、いつも通り。上げていきます。新田開発とかか、まあ、ここはいいでしょう。もうこれ言ってるんだ。軍学上げていこう。名草三術、鉱山、鉱山を希望してますね。まあいいんじゃないでしょうか。彼は鉱山か。伝説だな。どっちかといえば武力だけどな。やっぱりお前はあの資金を稼いでこい。本因坊、鉄砲買ってこい。武芸って言ってますね。武芸だったらもうこれ一生懸命やらないとダメだろう。
すげえですね。ここは受け入れず三術。弁舌か。修行自由にしてるからな。あ、お前は資金稼ぎだ。いつも資金稼ぎだよな。大砲買ってこい。開墾してこい。今のうち和豊。資金の方だよな。米買うことも視野に入れないとダメですね、そろそろ。この鉱山希望か。ダメだ。サヒナの動き。軍資金調達？いや。大砲購入かな？杉浦。悩むな。中途半端、どれも中途半端なんだよな。あ。軍資金調達。弁舌を鍛えたいと。いいだろう。うん。鉄砲購入。上泉が資金調達か。どっちかといえば軍事が多い。足軽。鉱山希望。叶えてやろうかな。いいんじゃないの？今回は。三術。三術使い。資金だから、大砲購入の番だ。大須賀。算術が全然だな。まあでも、ここまで来たら、あんまり意味はないね。軍学の方行こう。鉱山希望。いいでしょう。え？どうすりゃいいんだ、俺。建築って言ってる。軍学？軍学だな。お、金かも、金稼いでこい。ちょっと武力が強いな。しがるかな。弁舌。種子島は鉄砲購入。鉱山じゃなくて算術か。じゃあ仮にお前鉱山行ってこいか。武芸希望。分からん。弁舌。
伝説かな。あ、これは満たしてんだ。でもちょっとこれもったいないな。武芸、開墾希望、いいでしょう。鉱山希望、いいでしょう。あ、もう満たしてんだな。じゃあ資金稼ぎ、算術、あ、両方満たしてるが、武力があれなんで、で足軽を全部満たしてんだ。軍学、算術かな。いや、鉱山、開墾、武力だから武芸はもう満たしてんだ。じゃあ軍学だな。開墾希望です。開墾どんどんやっていった方がいいよな。食料が不足しちゃうよな。じゃあ兵糧売却、お前やってこい。兵糧売却じゃないわ、逆に兵糧購入やってこいだ。これだと軍学希望、まあいいか。開墾希望、うん、開許さん。あ、これ武力が上回るからな。弓術、まあ弁舌かな。ならば一旦セーブ。で、再度これで合戦、今こうなってんだ。これ北条だな。八戸か。まあ一番しんどそうだな、八戸。あ、そうでもないんだ。港城7、檜山城10、大浦城10、まあ八戸かな。行きましょう、八戸城攻略。ここは何が思ってんだ。兵糧なくなるのは良くないよな。51日分あればまあ十分だろうけど、3万5000くらい持っていけば十分かな。兵士は14000。あ、下田備え対象になっちゃうんだな。ちょっと出陣取りやめ、寺行ってくるわ。
番最寄りの寺ってどこだっけ。京都しか寺って思いつかないけどな。なんだこれ、ちょっとこの人に会ってこよう。忍者じゃん。忍者でござる、忍者でござる。あ、浪人なんだ。伊達政宗を形成した。甘酒とかじゃないだろうな。十文字槍あげるとあんまり喜んでもらえなかったな。とりあえず仙台の町へ移動して、酒場で酒をまず飲みましょう。いいえ、用心も高くても強い人。10貫なんか安いよね。お前じゃないか。ちょっとスカウトしていく。久しぶりの襲撃。武士になるつもりはやっぱりないよな。寺ってあるとこってどこでわかるんだ、見れば。おお、喜んでくれた。当然ここだろうな。買いましょう。三陸海岸、あと日本海側にも出ましたね。嬉しいです。出ましょう。これで敵として来ることはまあないのかなと思いたい。移動速度が秀吉の方が速いんだな。猪苗代、もともと会津の芦名の家臣なのか。なんか口開いてるな。頭悪そう。おお、やっぱお酒ですよね。会津の町行ってみるか。ん？誰だお前。虎吉。イソップ。オッケー。ラブラブ度は 1.5 だな。そんなにすごいわけじゃない。寺ってないの本当。兵糧か。110だからか。100ってこれ10万石っていうことだよな。まあこれだけでも結構稼げるから、兵糧を買っといた方が
いいよね。会津って米取れる方だっけ？そうじゃないよな。東北に大宝寺がいる。お前マンキンタン。とりあえず、大宝寺は二階堂マンキンタン誰？勧誘おお、仲間になった大宝寺大宝寺を味方になった。まあ仲間なればいいんだよ。ダメだ。なんかどんどん。あ、いや。まず茶席から。あんまり良くない。どんどん人が入ってくるな。お前あこんなとこにいたのか。勧誘してみよう。おお、アシナまで来た。なんかどんどん味方になってるな。お、プレイできるようになった。よしよしよし。勧誘どんどん味方になってんな。お肉にだけか断ったのは。織田家は滅亡しましたって。あれ織田家って信勝じゃない方。信勝の兄かなが、長浜城を持ってたと思うんだけど、なんかどんどん。この口やめろ。襲いたくなりそうやん。え、嘘だろ。この顔で身に余る光栄です言われても。
まあ、どんどん部下が増えていきます。もちろん食いぶちも稼がないといけないけど、何したいんだっけ。城のあるとこってどこだ。止まった。止まれない。なんで城はないか。またイソップ。おお、プレイできます。目先の砦に寄っとこう。ここでも戦票を買います。マミヤ、マミヤってマミヤ林蔵と関係あるんかな。結構贅沢品。お金でもやろう。うん、海賊屋敷へ。あ、またか。なんか体調不良多いな。熱中症とか気をつけた方がいいですね。ダメだ。ちょっと勧誘してみる。まあ無理やろうな。知ってた。あ、よかったよかった。まず贈り物。え、結構厳しいな。ダイヤモンドやる。え、弓が欲しいだって。いやー、これはやれないな。やっぱりダイヤモンドだ。戦票3000。相模湾でもちろん神前3000。オッケーです。じゃあ行きましょう。こいつは誰だ。ラブラブ度はまだ低いな。なるほど。南蛮か。南蛮ってリキュールだな。のあるとこって結構限られるような。あ、鎌倉とかも寺があるはず。鎌倉かな。ちょっと京都は遠いんだよな。もう、うん、え、今一番規模の多い町って何。岐阜。あー、違うのか。え、鎌倉ってないのか。鎌倉の町は寺はないのか。寺のあるとこってほんと限られる。甲府とかもないんかな。特本意外と低くない。茶釜あんまり喜んでもらえなかった。あ、ここに寺があるんだ。紹介してみよう。算術使い。贈り物はいらん。買いましょう。
フルでも、フルで、なんだ、安い。まさか同期。10あればいいかな。刀とか、刀剣とか。刀剣乱舞。20。まあ最大でいいと思います。1は買わんでいいな。あとは軟膏、軟膏の弓、炎樹国務や、このいるんかな、わからん。あ、1個だけか、これらは。あ、なんか武器が多いな、これ。よく考えりゃ。なんだこれ。帰国士。わからん。買っとこう。OK です。で、寺に行きまして。かな、連邦支持じゃないな。今自身の悪名消えたね。書物鑑定もやってくれるのか。これか、分引き政務が5になる。和光対策、まあもう3000、またやりましょう。一応酒場、人いるんじゃないの。お、誰かいる。小山田重政、どんな人だ。重政、小山田でも重政は知らんな。ちょっと、あ、長安が病気になってる。あー、くそ、わがままだな。まず茶席。人物情報を見てみよう。結構この人は長生きなんだ。小山田信重の裏切りは超武田が滅亡したことは有名だけど、この人は生き残ってんだ。北条から真田。真田の長女を村松どもをめとる。大阪人は信行の代わりに。信行って、家康側だから。へえ、面白い。そうか。小山田信繁って裏切りだから、小山田家って裏切りの、印象が残ってたんだけど、そうじゃない人もいるんだ。まあこの辺はしゃあないもんな。滅亡したら家臣にならざるを得ないからな。まあ真田でよかったと思うよな。結構気に入った。配下で加えよう。ほい、オッケー。お、長安も良くなった。まずはお茶です。どうだ？あ、大久保長安も。
まあな。ね、行きましょう。あ、これでもうやることがなくなったんで、帰りましょう。炎の旅終了。まず武家宅へ行って病気の人に薬をやる。あ、薬も買っときゃよかったかな。まあ、薬ってどこで買えるんだ、京都以外。うん、大丈夫。じゃあ城に戻りましょう。羽柴秀長じゃん。いいんじゃないでしょうか。高級茶碗。お、一気に帰ってきた。寿命安定度上げてきたな。脇坂さんだけか、失敗したのは。8月8日だから食べておこう。で、表情の前。これなあ、なんとかならんのかな。北の少女がちょっとまだマシな程度か。一条大城も、一条大城すごい勢力でかいやん。これ一条大城から人とか物持ってこよう。1万人。9000人。兵糧も、兵糧を持ってこないといかんよな。兵士も4000人かな。軍資金も7万ぐらいあればってとこかな。ここ酒延べ城やばいよね。軍資金、兵糧、であと兵士も2000人ぐらいかな。第一、兵糧ちょっと増えたか。ちょっとやばい兵糧。4万ぐらいはやろう。軍資金も4万ぐらい。とこう。
とりあえず OK。 大崎って今どこにいる？三戸か。城下発、とにかく城下発展。玉の阿城ってどこだっけ？で、指名伝達。ちょっとやっぱりオールス、この上のオールスターはでも全員ってわけにはいかんよな。まあまず王人事鹿之助だ。まずコマンド、今回は軍備優先ってことになる。補修とかもしてくれるんだ。補修に訓練で、なしなしかな。ここまでかな。そうそこには任せようし、牙を学びたいと。いい心がけだろう。軍学よりはお前は金持ってこいってことだ。お金がすぐなくなるんだよな。ここが問題だよな。石高あげてやらないとな。あ、もう、技術軍学希望か。いや、ダメだ。タメライス鉄砲希望。今更ないよな、それは。武芸か軍学にしとけ。軍学かな、統率だから。連絶鉄砲希望。武芸かな。今2人だよな。も笑えるな、なんか。京極、キラーも面白そうだよな。キー病気。なんかみんな鉄砲買いたがりやな。半分くらい。
大砲完成を。この辺はひねながもな、ひねなが義継も兵糧購入も正直軍備だと思うんだけどな。校長案、あ、なかなかいいじゃないですか。使えます。山田全然だな。わかん、やや軍備なんで足軽かな。雑賀とあと誰なんだろう。有楽祭、岩勝寺ちょっとお願いしようかな。あともう一人、ひねながも武力はまあまあ高い。ああ、そうだよな。まあ細川でこの4人で攻めにかかりましょう。でセーブして、ようやくこれで合戦です。石川家の石川家の八戸城攻略で行こう。大砲はまだ足りないんだよな。これはまあもうちょっと持っていこう。いや違う、5000じゃない、5万。援軍は今回はいいわ。結構やっぱり兵士いるな。援軍要請しよう。うわ、少な、横手城やば、遠いな。上杉とかも謙信軍資金すごい持っとるやん。兵糧は足りないのが難点だけどな。梅沢城依頼するか。あ、兵糧輸送とかもできんな。一応省略はされたが、兵糧がちょっと心配だよな。行きましょう。あ、鉄砲持っとるこいつら。意外と馬鹿にできないかもな。まあ早くやりに行きましょう。
かなかちょっと相手の連動が高いような感じはする。苦労するかもね。そうか、初期モチベが相当高いんだこれ。おっと、ここで燃やしにかかった。まあまあ減ったが、普通に打ってほしいんだな。変だな、千なり秒短。それ落ち？また鉄砲が。この手も早く割った方がいいな。退却。OK です。平和的解決。もちろん活性目標を選ぶ。大浦城行きましょう。これも石川家なんだな。減らされたな。ここもまあまあいるな。人はで援軍要請。
願いしとくか。承諾した。本当このゲーム兵糧不足に苦しむよな。100地覚えたらこれしかないよなっていう感じ。お、これ火攻めに行った。苦しめられるよな。いや、来るなら来い。状態有能だな、本当。さあ、野戦に突入です。野戦は避けたかったが。行きましょう。あ、ダメだ。全然、全然、やることない。大将はどこにいるんだ。だよね。さよなら。直さないといけないのが面倒だよな。お手もんだよな。人形はもういいか。おそろい足りる。おそろい足りぬ。鉄砲隊やろう。まずはこいつは滅ぼさねばならぬ。メロスは何？モチベース、モチベダウンか。守れると思ってんのか、城を。やることは一緒だ。ガンガン。ああ、雨降ってるか、城門開けてんのか。
兵士なんかいらんだろう。だよな。いい判断です。するかな。勝山館かな次。行きましょう。4000人か、まず援軍三戸二戸から持ってくる。皆さん結構あれしてるんだ。出せぬ。てかお前お金たくさん抱えてんだったらお金出す、金出せよって。ひどいな。で全員に近く勝っちゃうけどね。攻撃力高くない。中だったよな。全部鉄砲持ってるからな。このゲームやっぱり鉄砲の大事さっていうのが分かるよな。でいつも通り百発百中で、こればっかり最後の方は。69日分あるからな。おお、一気に滅ぶ。ですよね。早い。判断が早い。これが結局一番あのスピード感ある攻め方だなと思った。北海道上陸です。またか。これで終わりじゃない。あと、あ、こいつも言うこと聞かんのか。あとは言うこと聞かんやついらんよな。じゃあまあ檜山城へ行きましょう。
人口結構いるな。石高もある。なんで出せないんだろう。なんか攻めてんのかな。ここは結構硬い城かもしれない。まあ、兵糧はまだ66日分あるし、体力77なんで、まだまだいけるでしょう。ここは結構兵士数が多いな。攻略楽じゃないかもしれない。日米今川家滅亡した。無事だね。多分あの徳川に圧迫されたんだな。うわ、なんだこれ。うわ、結構失うものが大きい。そんなの効くか。まあ、ほとんどダメージ食らってないわ。こいつやらないとな。何これ、ロケットビーム。嘘だろ、こいつをビーム放てんのか。とにかく、ここで火攻めだ。雨は降ってないの。火攻め行ったか。再度火攻め、ナイスです。この判断はいい。だいぶ減ったな。またビームが飛んできた。熱湯が、千なり秒短。本当努力。そう、しぶといな。結構犠牲が多い今回は。しかしもうちょっとなんだ。ここで引くわけにはいかない。下がった。一応アップしようとして、
分。ちょっとだけ増えてるけど、それでもまだ物足りないな。あ、承諾した。雨降ってきた。ただ大手もほとんど減ってないんだよな。だからまあ千成病棟にしとくか。ガンガン。うわ、やばい。狙われてる。熱湯。なかなか戦えるとこだよな。一気に減った。破れるんじゃないのこれ。あ、まだか。もうちょっとだ。もうちょっとだった。コブだ。ガンガンってやって大手も陥落。城を破りにかかります。また歴史から高信退却ですね。しました。もちろんこれで終わりじゃないです。あ、そうだ、ついにまず柿崎末広を捕まえました。結構重大だな。重大な人だ。でもさ、投与を試みる。九戸。OK です。最後です。
今体力は66ですね。最後だしな。僕は89万も抱えてやがる。お願いします。 OK。 いらんけどな。華々しくっていう感じか。そうだな。そろそろ白攻めする順番かもしれない。剣心来た。10倍以上差があるからな。こんなのかなわないだろう普通に。先攻めスタート。そんなうちなんかいらん。さあ剣心の後ろにいるんか。毘沙門天4あるんだけど、これはもう普通に報酬でいいと思います。でも打ち破っていけ。数が少ないよな一方で。だめだ、火攻めでも全然こう少ない。あ、上着
うん、いいんじゃないでしょうか。受諾です。61か、61は良くないんで一回戻りましょう。トップは岩礁寺。戻りましょう。行きましょう。お、長安がいる。ちょん応じます。補修もした、治安も向上した、軍資金もまあ調達した。あんまり稼げてないな。住民安定度も上げた、福高も上げた、訓練した、鉄砲買った、大砲も買った、兵糧を購入した、連絶とかいろいろ取得した。失敗が多いな今回は。金庫から全部出ましょう。これであと
応悪名はないね。名声はピーク。すごいな、みんなこれボーナスが溜まっているよね。すごい、やっぱり徳川か。徳川結構すごいな。てか普通に葛西攻めるよりも屈服させた方が早くねと思った。まあとりあえず表情の前行きます。コマンドは自動振り分けで内政優先で、あそこまできつきつにやる必要はないけどな。でも資金稼いでほしいよな。兵糧はまあ悪くはないけどな。うん、武芸やりたい。生活だったらその気持ちはわかるよな。鉱山、いや、ならぬ、うん、開墾大事だよな。実は開墾結構大事なことで最近気がついた。資金調達、資金調達本当に大事だよな。強国はもう兵糧、全部軍資金調達でいいんじゃないの。資金調達して感じかな。
ほう。文学？まあいいか。工業期待か、柿崎も仲間だったしな。開墾希望。鉱山ならぬ。魔獣の85武芸かな。いや武芸じゃないでしょ、面接だろう。武芸って言ってる。武芸じゃないような気がするけどな。としながここにいるんだ。まだ。はあ、まあこうかな。ここはもう鍛えられてる。ん？ちょっと待ってよ。ってことはダメか。本当たくさんいるな。気がないかも。文学希望、まあいいんじゃないかな。ダメだ。
そうなの？開墾？いや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 。兵糧買ってこいかな。鉱山希望。どうなんだろうな。まあ開墾だな。むしろ行ってくるわ。終わらせてくる戦国のよう。まず茶席。OK です。当たり前じゃないですか。もう一回お願いできないでしょうか。ですね、これ戦わないと攻め取れないな。帰りましょう。もったいないな。終わらせたかったのに。なんて愚かな判断をするんだ。線を越えましょう。
どんどん行きましょう。OK、全問正解。さあ、ルービックキューブ。回数だよな、これ。どうすりゃいいんだ。まず何が揃えられるかを見た方がいい。赤も悪くないな。失敗したかも。こんだけしかおらんだからな。弱いな、この辺。トシエが一番マシレベル。まあ自動振り分けで。でもいいや。 OK です。何これ、岡崎三部表が揃いました。徳川
徳川信康のカードをゲットですね。平家の信康。おっと、おまけかい。これで OK です。780って高いんだ。もう一回寺井家城行きます。屈服してくれないかな。いや、当然こっそり背負い込む。出してくれないかな。いや、もうこれしか。じゃあ、お、同盟だったら OK なんだ。最初は同盟括弧呪族なんだけどな。これってもう根拠に効かん。あ、まだカードもらってない。芸術品、芸術品でなんだ？これか。やった！ようや、え？嫌です。あ、もういいか。ダメなんだ。都心しかおらんのか。これって、え？あくまで同盟だからダメなのか。ちょっと待って、これ これはひどい。これって休憩したらいいのかもしれない。
休養。大戸の伊藤屋から一気に4月1日になった。これって悪名はないね。今同盟破棄してこよう。親密度は2になったな。やりました。支配 OK です。一度同盟してから支配すると容易なのかな。おー、統一エンドですね。これ全国に安定をもたらす体制が確立された。柏家の服従を総武自衛が結局関白になる。ここら辺はただ関白になっただけだよ。統一してない関白エンドと一緒だな。太鼓なったのも一緒。ここも一緒だな。徐々に安定していった。初代から三代までのここちょっと違うよな。豊臣政権当時は新たな時代の模索の期間であった。代を重ねるごとに洗練されて確固たる。おーっと、トゥルーエンドだこれ。悪名もない状態だとこれが実現するんだ。でエンディングですね。多分エンディングロール終わりましたね。ついにトゥルーエンド秀吉編。
同盟からの従属エンドっていうのはいいかもしれないな。ありかもしれない。いいですね。はじめか、札1は入手済みの札から1枚引き継ぎカードを。未発見のエンディングのヒントは解放されました。なるほど、サブで従属するあのやり方もありなんだ。それをまたいいエンドだよな。これなんだろう。あ、うん。ということで、見事に、統一エンドと相なりました。ありがとうございます。移動紙編はこれで終わりです。次回、まあいつになるか分かりませんが、三好編やっていきたいと思います。機内で。機内からもう順次広げて、統一っていうのを目指したいと思います。いろいろゲームがあるんで、最近はパワープロも始めたんで、いつになるか分かりませんがご期待ください。見ていただいてありがとうございました。ぜひ、Twitch のチャンネル登録していただくと嬉しく思います。 Please my Twitch アカウントフォロー please。 この動画のアーカイブは、YouTube にアップロード予定です。2日後、11日21時ごろにプレミア公開いたします。ぜひご覧ください。 YouTube チャンネル登録、高評価も
お願いいたします。 This Live Archive My YouTube Channel プレミアライブアップロード2 days after My YouTube Channel チャンネルサブスクライブド and グッドボタンプリーズ。旧 Twitter の X のアカウントを持っております。アカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。TwitterX My アカウント Please follow and repost and good ボタン Please。 太閤立志伝 5DX ライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。